ところ大きな額が下がっている。株安と円高のダブルの影響で下がっているとかなんとか、上がっている時に吹かれて釣り込んでしまった。だからもろに今回の下落は悲しい。オールカントリー、ナスダック、ヒッポテック、自分の主力の三本柱。最近始めたナスダックとヒッポテックは元本割れになってしまった。どんどん元本割れしていく。爆撃のようにまた下落、また下落続く。避難することもできず、ただ真正面から耐えるのみ。少しずつ減るのも辛いけど、大きく一気に減るのも辛い。だけどまだこれくらいは。爆撃でもなく暴風でもない、微風ですらもないらしい。これでまだこれで慌てていてはいけないというのだ。インデックスの長期投資、未来にはどうせ上がる、どうせ上がる。これを心にしっかりと刻み、これからも来るであろう下落に構えておく。まだ微風ですらない下落にうろたえない。暴落、大暴落、そうなっても自分のかわいいオルカン、ナスダック、ヒッポテックを話はしない。